はい、マットショーの時間です。サムネ見てびっくりしたかと思うんですけども、都市伝説 YouTuber 最よその雑誌エコノミストの考察をしたいと思います。今回のエコノミストの予言は、日本が崩壊へと向かっています。ちなみに最よそは最地って読むらしいんですけど、最地ってあんま馴染みないワードなんで、あえて最よそって読んでます。一人でやると誰も突っ込んでくれないので、こうやって解説する羽目になります。それでエコノミストはちょっと今更感あるかもしれませんが、みんなと一緒に出してみられないより今は一周回って新鮮かもしれませんよね。さらに他の YouTuber が出していないような情報も出していきますので、ぜひ最後まで見ていってください。では早速解説していきます。エコノミストについて、イギリスの経済誌であるエコノミスト、雑誌と言っていますが実際は週刊新聞でして、ただ雑誌のような外見をしているので雑誌エコノミストと言われることが多くなっております。内容は国際政治や経済を中心に取り扱い、イギリス紙なのですが売上の半分は北米が占めていて、その購読者は比較的社会的な地位が高い人が読む傾向にあります。そしてなぜこの雑誌が注目されるのかというと、未来を予言しているという部分ですね。予言というとオカルト的な話に聞こえますが、どちらかというと陰謀論的な話になります。その理由はエコノミストを発行している会社の名前がザ・エコノミスト・ニュースペーパー・リミテッド、略称でエコノミストグループという会社なのですが、その主要株主にロスチャイルド家がいることに由来し、世界の行く末を決めるとされるビルダーバーグ会議にもエコノミストの編集長であるザニー・ミントン・ベドーズが出席しているという部分もあるかと思います。つまりエコノミストに載っているのは支配者たちが計画する未来のシナリオであるという意味合いですね。もう少しエコノミスト社を深掘りしてみたいと思います。株主に関して言及しましたが、現在の筆頭株主は 43.4% の株を持っているイタリアのアニェッリ家になります。アニェッリ家はフィアットやサッカーのユベントスのオーナーでもある富豪一族です。ロスチャイルド家のような陰謀的なことを言われているのかは分かりませんでしたが、1800年代からかなり力を持っていた一族なので、裏で暗躍している可能性は高いですね。では株主ではなくエコノミストグループの会長の経歴を見てみると、ルパート・ペナント・リーという人物、彼はイングランド銀行の元副総裁です。イングランド銀行はイギリスの中央銀行ですが、ロスチャイルド家が大きな関わりがあるので、その副総裁だったエコノミストの会長もロスチャイルドの息がかかっていると言っても過言ではありません。エコノミストの概要で言うとこんな感じですね。ではそろそろ本題に入っていきます。エコノミストの中で特に未来を予言しているのは、1年に1回発行されるザ・ワールド・アヘッドシリーズになります。一昨年まではザ・ワールド・イン2021というタイトルだったので、その年に起こることというような意味合いだったのですが、昨年からアヘッドになったことによって、これから起こることというような意味合いに変わりました。つまり来年かもしれないし再来年かもしれないというような、ちょっと予言を当てやすくした感じにしたということですね。ではまずは2022の表紙を振り返ってみると、このようになります。今までの表紙を見ると日本が重要だと思わせられる部分があったのですが、2022年度版も全体が日本国旗のようになっているのと、スナイパーのスコープのようになっているので、安倍晋三の件を事前に示唆していたのではと言われておりました。しかし2022年に起きた一番大きな出来事はというと、ロシアの件を思い浮かべる方が多いと思うのですが、それに関しては描かれていないように、エコノミスト側は未来が読めなかったのでしょうか。これに関してはロシアは欧米側ではないので予言できなかったという説もありますが、欧米側がロシアに対しての工作がバレるので、あえてロシアやウクライナに言及しなかったという説を個人的には推したいです。また特に当たったんじゃないかという話で言うと、台湾のデジタル担当大臣でトランスジェンダーの東方の名前が表紙にあったのも、今の AI やトランスジェンダーが世界的に話題になることを予言していたのではないかという部分ですね。では過去の話はこれくらいにして、今回2023年の表紙を見てみるとこんな感じですね。どう思いますか？個人的には2022年の対になっていると思うんですよね。まず最初に2022年は赤丸に白背景で日本国旗を表していると思うんですけども、2023年はバラバラになった赤い丸と黒い背景、つまり昨年までは良かった日本が今年からはやばいということではないでしょうか。昨年はバイデンと習近平だけだった人物は、それにプラスしてプーチン、ゼレンスキー、
台湾の蔡英文総統、イタリアのメローニ首相が描かれています。バイデンと習近平に関しては毎回出てくるので説明不要の重要人物なんだと思いますし、プーチンとゼレンスキーも言及する必要はないですね。次に台湾の蔡英文総統です。彼女が表紙に出てきたということは、いよいよ台湾有事が近づいているということだと思います。その証拠に表紙には自衛隊が装備する1式地対艦誘導弾が描かれております。これは対艦ミサイルといって、艦船に対してミサイルを発射するものですね。こちらは熊本や奄美大島、宮古島、石垣島などに配備されております。わざわざ表紙に描く点で、これも台湾有事に非常に重要なものだと考えられます。そしてイタリアのメローニ首相、2022年の10月22日から首相に就任したイタリアの同胞という党の党首です。彼女の特徴として、極右のイタリア民族主義者だと言われております。かなり世の中の流れから外れた思想の持ち主なのです。例えば中絶や安楽死、同性カップルには反対の立場で、外国人やイスラム嫌悪主義だと言われております。またイタリアの独裁者ムッソリーニやナチスに協力したアルミランテを称賛するような物議を醸す意見をしたことがあります。このエコノミストが発売した頃にメローニが首相に就任しているのですが、表紙にするということはエコノミスト側としてはかなり重要な人物であるということで、今までは陰謀論界隈ではバチカンは別として、あまりイタリアがスポットライトを浴びてこなかった気がしますが、彼女の主張を見ていると、多分世界を混乱させる側の人間であり、要注意人物としてピックアップしたんだと思います。正直支配者側からしたら、イタリアは敗戦国ですが、日本よりも世界的に力を持っていなかったからと放置してたら、メローニ首相が誕生してしまったって感じなのかなとも思います。日本の首相はアメリカの操り人形感が強いですからね。まあこれは妄想なんで、皆さんがどう思うかはコメント欄にお願いします。では人物以外の絵柄に行くと、蔡英文の横にはロボットアームですね。これは台湾が世界の半導体シェアの 60% 以上を持っているという部分の話になるかと思います。半導体に関してコロナ禍による需要が上がったことと、様々な要因で供給が減ったという部分で半導体不足が起きておりますが、台湾有事は半導体戦争にも関係しているかもしれません。そしてその下に描かれているのは、中国のシャオペン自動車が開発する空飛ぶ車、シャオペン X2。 各国政府と法整備を連携するそうで、5年以内には特定の空間限定ですが空飛ぶ車が実現する計画を出しております。中国政府は2025年までに空飛ぶタクシーを実現する計画も出しているということで、これはエコノミスト一押しの新しいものなんでしょうね。つまり確実に実用化するということです。その後ろの赤い部分に描かれているのがジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡、 NASA が中心となって開発しているもので、2021年12月25日に打ち上げられました。主な目的は、宇宙誕生のビッグバンが起きた2億年後に輝き始めた初代星ファーストスターを観測することらしいです。初代星ファーストスターは最初に輝き始めた世代の星という意味で、特定の一つの星を指しているわけではありません。これはロマンがありますよね。いろいろ宇宙のことも解明されていきそうです。その左下の赤い部分には、宇宙探査機サイキ、火星と木星の間を公転している直径253キロの小惑星であるプシケを探査するものになります。2022年に打ち上げ予定だったのですが、延期となり今年10月10日に打ち上げられるらしいですね。使用するロケットはイーロン・マスクのスペース X 社のファルコンヘビーになります。プシケは他の多くの惑星と違って、鉄とニッケルなどだけでできていると考えられておりまして、この探査は科学的な観測が目的とされております。鉄やニッケルは地球の資源だけでも枯渇しないと考えられておりますが、探査のサブ目的としては、こういったことを行うことで将来的に宇宙から資源を持ってくるということができるようにしたいんだと考えられます。例えば宇宙にしかない資源を回収するとかですね。つまりこれをきっかけに宇宙資源戦争が始まるということです。では次に、その下のバイデンの後ろの風力発電、風力発電に関しては3年連続ぐらい掲載されているのですが、まだまだクリーンエネルギーを進める途中っていうことですかね。その右側に船がありますよね。これは液化天然ガスタンカーだと言われております。天然ガスの輸出はロシアが1位だったのですが、このご時世なのでガスをどこから輸入するのかという部分が問われているということでしょうね。あとはメローニの下にある細菌なのか薬なのかわからないのはまだ解明できていませんし、ゼレンスキーの横の分子のようなものも何かわからないです。個人的にはワンピースの世界政府のマークに見えたので、ニューワールドオーダーだったら面白いなと思いましたが、絶対違いますね。
では次に背景の四角い碁盤状のものは何かと思いましたが、メタバースの土地を表しているとも言われてます。どうなのかわかりませんが、個人的には碁盤状のものに碁石みたいな点があるので、陣取り合戦が始まるぞという意味合いなのかとも思っちゃいました。また2022年版と対になるという話もしましたが、そちらにも意味深な点があるんですよね。それは2つの雑誌を透かすと何かわかるかもという話もありますが、全然わからないです。では雑誌の上に描かれている文字を見ていきましょうか。1人目がニコラ・スタージョン、スコットランドの運命と書かれております。彼女はスコットランドの前首相ですね。これが発売した時にはまだ現役でした。スコットランドの運命とは、スコットランドの独立問題のようです。スタージョンはスコットランド独立を問う住民投票を行おうとしておりましたが、2022年11月22日、連合王国最高裁判所はイギリス政府の同意なしに住民投票は実施できないとの判断を下したことで、結局住民投票はできませんでしたが、今後も独立に関する動きはありそうですね。二人目がミア・モトリー、気候変動への取り組みと書かれております。バルバドスの首相なのですが、気候変動に関して積極的に取り組んでいる感じですね。これも気候変動が重要というだけで、この人物が重要なわけでもない気がします。3人目がバネッサ・ナカテ、アフリカのグリーンエネルギーと書いてあります。こちらはウガンダの環境問題活動家ですね。グレタ・トゥーンベリに影響を受けた人物なので、裏に操っている人がいそうで、いろいろと危なそうです。4人目がエリック・アダムス、住宅危機の解決と書かれております。ニューヨーク市長なので、世界一地価が高いとされるニューヨークの住宅危機だと思います。一人暮らしでも20万から30万円家賃がかかるようですね。それが解決されるのかどうか。5人目がサルカーン、学習ギャップを埋めると書かれております。彼はインドとバングラディッシュのハーフで数学者ですね。彼は学生の学習を加速するのを目標に掲げ、動画などで発信したり学習ツールを提供したりしております。カーンアカデミーという彼の YouTube の登録者は792万人もおりまして、日本語版も見つけたんですが、そちらは6000人しか登録なくて、再生数6とかで残念でしたね。ただ彼の学習方法をエコノミストは推している感じだということですね。6人目はブライアン・イーノ、未来を修正する方法と書かれております。彼は Windows 95の起動音を作曲した音楽家です。未来を修正する方法の意味がわからなかったんですが、調べてみると彼が出演する Fixing the Future 2023、つまり日本語で未来を修正する2023というイベントが今年10月にバルセロナで行われるという意味のようです。そのコンセプトは世界を救うことができる25のプロジェクトなのですが、 AI や農業、環境問題など様々な討論会などがあるようです。このイベントが重要ということですね。またエコノミストの編集者がこの本の内容に言及しているのですが、2023年に注目すべき10のテーマという目次だけ発表しているので、まあ中身は読んでないですが、各テーマを簡単に紹介します。 1. ウクライナ情勢、膠着状態の持続みたいなことが書かれていますが、その通りこれが書かれてから半年以上経ちますが、まだ膠着状態ですね。 2. 景気後退、世界は実際どうか知りませんが、日本は景気後退している気がします。3. 気候変動に関する希望、中期的に見たらエネルギー転換が加速されるようですね。表紙に毎回風力などが書かれていると話しましたが、まだ実感はないですね。 4. 中国のピーク、中国の成長が止まって優秀なインド人が世界で活躍していたり、今年インドの人口が中国を抜くと言われているので、経済的にもインドに抜かれていくのかなって感じですね。というか日本がもう GDP 抜かれそうです。予測では2027年に抜かされるとされております。5. 分断されたアメリカ、バイデン側とトランプ側で分断しております。次期大統領選にトランプが出馬すると表明しておりますが、個人的に聞いている話とかも加味して、基本的にトランプが勝つと思われます。ダメだった場合、不正を疑うべきですね。アメリカ在住の方に前回の投票結果がどうだったか聞いたら、票の動きが明らかにおかしくて不正っぽかったという話を聞きました。 6. 注目すべき一発触発地域、ロシア・ウクライナだけでなく、中国・台湾、中国、インド、トルコ、ギリシャに注目すべきということみたいです。あまり知らなかったんですけど、トルコとギリシャは関係悪いらしいですね。 7. 同盟関係の変化、 NATO が2カ国の加盟を歓迎することと、クワッドやオークス、I2U2 などが重要度が増しているようです。今後誰が味方で誰が敵となるのでしょうか。 8. 環境産業のリベンジ、パンデミック後の旅行需要の高まりで観光産業が活発化するようですね。
実際外国人が日本にも多くなった気がします。 9. メタバースの現実性。アップルが VR 機器の発売をしておりますが、今後どうなるのかっていう話ですね。ちょっと前にメタバース失敗の動画を出した通り、数年はダメだと思います。 10. 新年新語。新しい言葉をまとめたということで、今年から流行するかもしれない言葉がいくつかあるかもってことですね。何かありましたっけ？すいません、正直中身読んでないので何がまとめられているかはわからないです。ということで、今回は2023年のエコノミストを見てみました。個人的に今回のエコノミストで一番注目したのはやっぱり台湾有事ですかね。自衛隊の1式地対艦誘導弾が気になります。ということで、皆さんは何か気になることあったらコメント欄に書いていってください。また次回のエコノミストは早めにやりたいなと思いますので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をしていってください。それではご視聴ありがとうございました。